ミルクサッカーアカデミー井上真央でございます。ノーミルク佐藤でございます。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。さあ今日は史上初オール欧州組誕生の瞬間、日本代表2020-10月欧州編成です。出ました。噛んだ噛んだ、ちょっと噛みなられましたけど。そうか、ついに久々に日本代表の試合が見れるという喜び。はい、しかもね、これ、ね、まあさ、はい、皆さん、あの、いや日本代表久々、あれでもなんか見たような見てないようなっていろいろ思いますけど、ほうほうほう、実はね、フル代表がちゃんと稼働するのは、はい、なんと2019年11月以来です。わあ、丸1年ってことですか。そう、あの12月は E1 で一応あのフル代表あったんですけど、うん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 、ほぼあの U23 組で行ったのと、なるほど、あと1月もあの U23 の代表はあったんですけど、うん、フルの方はなかったんで。そうか、もう去年以来ということになります。そうだよ、あの新しいユニフォームであんまり見てないんだもんね、結局は。そうなんですよ、うん、そうなんで、そしてね、はい、今回ちょっといろんな事情もありまして、うん、国内から持っていけないとかっていうのがあったので、そう、ね、はい、でもついね、日本がオール海外組で、ね、作れるようになったっていうので、森保監督だけだ渡るのは。じゃあ、ね、スタッフたちですね。そう、スタッフだけだ、はい、そういうことで。なるほど、ということでその発表が今日ありました。2013年10月1日ですね。1日にあったということですね、はい、ほかほかでございます。私何の情報知りませんので一つよろしくお願いします。はい、はい、それでは開いていきましょうね、うん、発表いたします。メンバーこの人たち、ドン出ました。こんな感じでございます。はあはあはあ、ね、なるほど。右上にいる25人が、うん、呼ばれた人たちになりますよということで、はい、あと左側にね、一応それぞれは大体ここら辺やるんじゃないのって、まあポジションちょっと書いてみましたけど、みたいな感じとなっております。なるほど。あ、なんかでも納得のと言いますかね。まあそうですね、大体は、まあもともとミルワカでも9月中に、なんかこんな感じの人呼ばれるんじゃないみたいな動画出しましたけど。ちょっとね。はい、でそこからサプライズみたいなものはなかったですね、うんうん、まあ国内組がね選ばれてないからね、まあ、そういうことですよね、まあ、ね、はい、で強いて言えばまず2点ほどありまして、うんうん、1点が、初代表がたった1人だけ。初代表たった1人、お、誰だろう。菅原由紀成選手でございます。あ、オランダ Z で、あ、おめでとうございます。これはでもまあ時間の問題だったでしょ。8年経ったよ。8年も前から知ってらっしゃるという、それが驚きですけど。そうですね、うん、中1ぐらいから見てましたからね。そうなのね、嬉しいことでございます。実りましたね。そしてもう一点ですね、はいはい、あの10月1日に今ここ行われたんですが、はい、あの発表、はい、たった一人だけ、うん、実は前日にバレてたんです、うん、バレてた、誰かが言っちゃった自分で。あの、うん、ロストフさんですね、橋本、はい、所属する橋本、あ、はいはい、日本代表に選ばれましたってことをツイートされてたんですが、はい、実は今回のメンバーの中に入っておりません。入ってないよね、今ボール見たんだけど。はい、これ理由がありまして、今回一応皆さんにいろいろ確認しましょうと、はい、実はですね、今回呼ぶことができなかった国っていうのは絶対たくさんあるんです、はい、ああ、そう、まず理由によって、はい、あの、はい、オランダに入れない国っていうのも存在するんですよ今。ああ、国交の問題だ。国交っていうか、そのコロナのルールの問題だ。そうそう、で、まず日本に関してが、はいはいはい、日本に関してはまあ行けなくはないんですが、うん、結局戻ってきた後に14日間の隔離があるから、結局国内から行くってなって1ヶ月超離脱してしまうので。なるほど。問題だからってことで国内組はもちろん全部ダメ、うん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 、当然だから例えば本田圭佑選手とブラジルなんかもう全然もう移動できないのでダメ、うんうんうん、だし、はい、でオランダに渡航できないヨーロッパ組ってのがいて、それが実はロシアとかセルビアだったんですよ。なるほど。それで橋本健人選手や浅野拓磨選手を呼ぶことができなかったというのがありました。あ、そうなんですね。おそらくもともとなんですが、はあ、実はこれ、はあ、あのもともと森保監督とかの JFA、うん、日本サッカー協会さんの方で9月中旬の、うん、中旬頃の段階で、はいはい、今回欧州内にいる人たちを大量に招集しますって話してたんです、うんうん、はいはい、30人超ぐらい呼ぶんじゃないかって思ったんですよ。なんだけど9月下旬になってそれが不可能になりましたって発言してたんですよ。ああ、そのおね、さっきの理由でね。そう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 。だからおそらく橋本健人とか浅野拓磨とかにもレターはもう出してたんじゃないか、うん、そういうことか、はい、で後からあ、え、そうなの、じゃあ呼べないじゃんってなったのかなって可能性は高いのかなと思います。でロストフ側もわあ、いけんじゃんいけんじゃん、あ、じゃあ国、あ、そういうルールなのみたいなことみたいな感じで、そうでしたか。でもさすがに分かんないですよ、だってどの国は行けて、どの国に行けないは分かんないから。分かんないよ。あ、残念だね、じゃあ橋本健人選手ね。そうなんでございます、うん、まあまあまあ、今ちょっと見たかったですけどね、みなじむ機会と捉えて、うん、はい、で、ね、まあ、じゃあまずポジションずついろいろ見ていこうかなと思います。ちょっと先生、ちょっとその前翔也中島がいませんね。まあこれはしょうがないなと思っていて、まあそうか、
今回だったら中島翔也、遠藤啓太、阿部裕樹、はい、あと香川真司、この辺り呼ばれてもおかしくなかったんですが、ね、ただ、はい、中島選手やっぱり新型コロナウイルスでちょっとね、リーグ中断して以降、ね、チーム離れたりとかね、そうそう、で結局まだ、うん、森保監督自身ももうコメントしたのが、うん、だって試合見てないもんっていう。ああ、そうか、分かんないってことだよね。うん、だからまずはやっぱチーム内で出るって出る状態にならない限り無理だからってので僕呼ばなかった。わ、ね、かりました。はい。言及はなかったんですが、遠藤啓太選手も同じで、うん、行く直前のタイミングで日本で怪我したのと、行ってからも一回怪我してしまって、そうか。そう、10月上旬やっと復帰なんですよ。だそれもあって呼ばれなかったと。わかりました。はい。とうとうでございますね。ね、はい、じゃあ各ポジションずつ見ていきます。お願いします。はい。まずゴールキーパー3人です、うん、はい、川島英二、権田修一、シュミット、ダニエルと、うん、まあまあいつも通りの方々ですね、うん、これそれこそ日本代表の猫を見たいってこう熱望された皆さんからすれば、うん、こう菅原だけじゃなくてもっと新しい人呼んでくれよと、まあまあ、例えばね、うん、ゴールキーパーだったらコクボレオ・ブライアンとかベンフィカのね、うん、とか、確かにポジション違うけど鈴木優馬とか呼んでほしかったとかあると思うんですが、うん、はい、まあさ、そして皆さん、はい、11ヶ月ぶりの代表だもん。ああ、なるほどね。うん。ああ、なんかわかる気する。顔も合わせてないのし、うん、ないし、うん、半分ぐらいの選手がチームも変わったりだとかで、久しぶりのセッションやるのに。なるほど。新しい位置の前にまず確認作業やんないと ね、うん、ね。まずベテランドラマーがね、後ろでしっかり座っておいてほしいよね。そうなんですよ、ビートを刻んでほしいわね。本当そうなんだ。から今回はもう本当に正直、代表でこう、相手に対して勝つはもちろん自信つね、掴んでほしいところがあるけど、確認ですね、一番はね。はい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 。っていうところ、はい、うん、続いてセンターバック見ていきます、うんうん、センターバックが、吉田麻也選手、上田直道選手、そして冨安選手に、板倉選手、うん、はい、この辺りがセンターバックの起用になるのかなと思います、はい、うん、ちなみに、まあ、さ、皆さん、冨安選手一応今の段階で僕ボローニャと書いてるんですが、変わりそうなの、チーム変わる可能性がある。10月1日時点情報。はい。どこですか。AC ミラン。うわあ、超いいじゃないですか。本当に。オファーが一回ミランからボローニャにありまして。うわあ、すげえ。もうありました。で、ボローニャ側は、この金額だったらいいよっていう値段で返しました。はあ、はあはあ、はあ。それをミラン側がどうするかっていうのが10月のこの日本時間でいう週末に。ミーティングされて、それで本当に移籍最終日に決まるかどうかの話になる、なるほど、うわ、行ってほしいですね先生これね。だからもしかすると、はあはあ、その10月の代表戦の時にそのテレビのテロップにボローニャ富安になってるか、うん、AC ミラン富安かまだ分かりません。かっこいい、似合うね、もう想像して俺バッチリ着せちゃいましたよユニフォーム、ね、ああ、イブラホヒマブッチとやるわけだ、そうですね、共闘するわけだ、そういう紅白戦でガチガチ当たるわけだ。この間ね、ボローネ対ミランなんて実は公式戦もありましたけども、ああ、そうか、そうか、今度はチームメイトとして、くー、しびれるぜ、しびれますね。いやー、そこその辺にはいてほしいね、やっぱりね、似てほしいですね。ちょっと急に元気になりました、ありがとうございます、はい、でサイドバック見ていくと、サイドバックで今回、はい、多いなと思っていて、右に、まあ、酒井宏樹、そして室谷、うん、あとは長友、安西浩樹、うん、そしてあと菅原幸成というメンバーが呼ばれました、うん、はいはいはい。でおそらく、まあ、一応今回25人呼ばれてて、で菅原に関してももしかすると、うん、元々彼は名古屋とか、はい、あとはアンダーの代表でもよく右のサイドバックとか、あと AZ では右のウィングとか右のウィングハーフとかもやってたりしたんですけど、はいはいはい、ともすればボランチもあるなと思って。なるほど、そうなんですね。もともと15、6歳の時まではたまにボランチとかもやってたんで、で、出られんだったらどこでもやりますって言ってるぐらいですから、そういうタイプのね選手なんですね。で、多分もともとボランチ今から説明もしますけど、潰し屋系のタイプが遠藤渡るしかいないんですよ。なるほど。おそらくそこに橋本健と呼びたかったからが理由だと思うんですよ。なるほど、なるほど。まあ、いないんで、菅原使うしかないと思うから。これはじゃあ、菅原選手はワールドカップとかのね、最後の一人に入りやすいような選手ですね、これね。しかもムードメーカータイプですから。いや、最高。はい、これ長友継ぐのが菅原で、しかもちょうど今回、その長友、菅原っていうこのね、ムードメーカータイプが2人とかいるから、言いでくれるんじゃないかな。大丈夫ですか、先生、食堂で。ムードとムードがぶつかんないですか、大丈夫ですか。あ、でもこれなんか先輩後輩芸とかできたら面白い、うん、あるでしょうね。それがムードメーカーですから ね、まあ、ね。ムードメーカーとも合わせられるのがムードメーカーですからね。なるほど。はい、で、続いてボランチいきます。はい。ボランチが一応、先ほど言った通り、その遠藤航選手がね、うん、潰し明け、ディフェンシブミッドフィルダーでは一人で、うんうん、あと一応、まあ、サブでも中山雄太選手もこっちで起用されるかなと、ちょっと思っています。はいはい。
で、セントラルミッドフィルタータイプで、なんと唯一呼ばれたのが柴崎岳選手なんですが、うん、もしかすると、まあ、経験上で考えたら、こっちに中山、または原口元気、ここで使われる可能性もあるかな。そうなんだね。ハノーファーではトップ下とここもやったので、去年は。やってんだ。はいはい。うん、で、ただ唯一言えば今回その中島も遠藤啓太も左側がみんな呼べなかったので。そうだね。原口使うしかないから、まあ結局は柴崎にはなるかなとは思いますね。なるほどなるほど。そして続いて2列目見ていきましょう。はい。まあ、右はいつも通りですね、うんうんうん、まあ、堂安、伊藤、そして三好、久保、これいろんなタイプがね、いいじゃない、ここはいるよね、ここいいっすね、うん、まあ、一応4人書いたけど、多分まあここは堂安、伊藤が右でしょうね。あ、そうでしょうね、うん、でトップ下がまたやばくてですね、はいはい、南の鎌田大地、おこれいいっすね、リバプール、フランクフルト、そして三好、久保あたりにここら辺かな、本当だね、うん、はあ、はあははあ、そして左に原口なのかなと思うので、現状を考えるともしかすると三好選手、久保選手あたりをこの左で使われても効果があるかなっていう。あ、そうか、なるほどね、原口一個落として、はいはいはい、まあ、三好久保左に入れて、真ん中が南の鎌田あたりになるんじゃないのかな、楽しい想像、お弁当何しようみたいなことですね。いや本当そうなんです、タコさんウインナーにね、ナゲットを入れちゃうみたいな、そう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 、いいですよこれは先生。で一番前が、岡崎、大迫、鈴木武蔵と、なるほどなるほどね、うん、こんなメンバーになります。そうですか、はい、あれですね、先日エイバル戦見てましたらね、乾と武藤頑張ってましたけどね、ここは選ばれてないと思います。でもあの2人の、ね、あの2人もちょっと日本代表感あっていいですよね。いや、いいですよね、結構近い位置でやってるから、あれエイバル楽しみですよ ね、うん、だから今だから出てくるのがやっぱもともとあった、去年ねありましたけど、はい、中島翔也に代わる左ウイングの人材どうすんのって言われていた課題が、ね、結局解消されるまま今年になってしまう。なるほど、結局、まあ、人材はいるんだけど、たまたま今回みんな呼べないって状態なので、ってなってくると、うん、ここを、このポジションを誰が2列目掴んでくるのかで、かなりちょっといろんなことも変わってくるんじゃないかなと思いますと。で、一番僕、正直リードしてるのは久保建英になっちゃうんじゃないかなと思ってて、危険な発想ではあるんですけど。左ですか。はい。うん、あまりですね、はい、久保建英選手左はあんま得意ではなくて、やりたくないんじゃないの、どうなんでしょうね、うんうん、ただビジャレアルでエメリ監督がどうしても左で出したがるんですよ、たまに。あ、そうなの、うん、へえ。で先日どこだっけかな、うん、アラベス戦終わった後とかにも彼には自分のポジションを掴んでほしいなんて言ってるんですが、うん、いや自分のポジション掴んでほしいってあなたが起用させてるんじゃないの、うん、とちょっと思いましたけど、アピールしてくれと、うん、そうそう、もしくはじゃなくてそれって役の解釈の仕方で、はい、左から新しい形を想像してくれみたいな、そういうことでもあったりするのかな。なるほどね、君だったらもっとワンランク上の左サイドを作れることができるじゃないですか。そうかそうか、はあ、一つ試練の時期でもあるから。でもまあこんだけ2列目いるとね、もうなんかみんなどこでもできてほしい感じがしますね。だそうですね、だからそれぞれが一体どういう役回りでどこからどういうアタックを仕掛けていくかってことが今回一つ鍵にはなってくるのかなとは、はい、思います。サブポジションをそれぞれがどういう風な面で扱っていくのかとか、そんな感じになってくるのかな。2列目全員入れ替わりながら行ってほしいですけどね、私としてはね。ぐるんぐるんしながら、ボランチもぐるんぐるん、この5人がね。いやでも僕ね、ちょっともう一個思ってるのは、大迫トップ下もありだよねと思ってる。入ってますね、気になってました、うん、はい、ブレーメンでもここなんですよ、やってんですね、縦関係、はい、そう、もうブレーメンの監督が大迫をみんなフォワードっていう風になんか日本代表とかでも思ってるらしいけど、うんうんうん、彼の最適なポジションは中盤だよって言って、やっぱトップで収めるイメージがありますけど、まあ要は一個手前のところで収めて、しかも彼の場合いろいろさばける人間だから。なるほど、なるほど、ね、なるほどね、そう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 、だからもっとエゴイスティックにこう出してくるフォワードって正直いっぱいいるじゃないですか、世界中見ると。そうか、ドイツとかで言うとね。なるほどね。ある意味岡崎武蔵がそこに行って大迫 vs 南野とかになってきても面白いなと、うん、なね、はいはいはい、はい、まあここがねどうなるのか結局行かないと分かんない、うん、いやそうですね、うん、これはどこと何試合やるんでしたっけね、このやつは。はい、今回はですね、はい、A 代表マッチリウィークのところで行われますので、10月9日、そして10月13日かな、うん、日本で、はい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 、この2日間で、セネガル戦とコートジボワール戦が行われます。おー、いい感じのとこですね、また、はい、ではい、セネガルが、10月9日で日本時間21時だったかな、うんうんうん、
日本テレビ系列で、放送と。なるほど。そして、10月13日の方が、コートジボワール戦で TBS 系列で、23時45分から放送されると。なるほど、いい時間、いい時間ですよ。いい時間ですね。ちょうどいい時間ですよ。ねえ、早すぎず遅すぎず、いいですよ。いいですね。まあ、その時間で行われるの、みんなでね、ちょっとね、見ていけたらなと思います。誰かいるんですかね、セネガルとかコートジボワールはね。ああ、ちょっと今回もなんか、ちょっと。プレミアリーガーいそうですよね、それはね。イレギュラーじゃないですか、やっぱりその国で移動できるかどうかとか。あ、でもまああれか、欧州組が多いんでしょうね、やっぱね。まあそうですね、ただチームさんがあとね、それで行くのをこう認めるかどうかっていうのもぶっちゃけあったりもするので、ね、また出たらなんか動画にするか、なんかライブでチラッというか、なんかちょっとしようと思いますので、ね、はい、ぜひ。いやー、楽しみでございます。とにかくでもね、あのユニフォームがまた戻ってくるっていうのが嬉しいじゃないですか。そうですね。ね、そしてね、ムードメーカーがどうなのかとか、そこら辺を楽しみにちょっと見ていきたいなと。盛り上げていただきたい一つ。はい、はい、ということでした。普通に楽しみです。はい、普通に楽しみですからね。ましょう。ということで、日本代表の発表がありましたよというところを先生に教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ミルクサッカーアカデミー、ぜひチャンネル登録お願いいたします。いろんなことやってます。ライブ配信ね、そしてデータベース、その他、朝動画毎日出てますんで、ぜひお願いします。それではまた、井上真でした。ノーミルク佐藤でした。さようなら。ありがとうございました。はい、どうも。